こんにちは、アスカです。ダルマイトさんとコラボで作った新しい糸チューブを使って私がデザインしたキットが発売されます。インスタでは糸の発売時に告知させてもらったんですけど、チューブとはチュール糸が糸になったような透け感のあるチューブ状の糸です。今シーズン販売されているのは8色で、レモン、ブルー、ブラック、クリア、グレー、ネオンピンク、ピンクベージュ、ミントグリーン。変わった糸なので売れるかどうか心配だったんですけど、ありがたいことに販売開始2週間足らずで在庫がなくなりましたと連絡をもらって、むしろ変わった糸でよかったと思いました。すでに購入してくださった方、本当にありがとうございます。そのチューブの糸を使って私がデザインしたキットが4種類ダルマストアから発売されます。1つ目はモロッコバッグです。私がモロッコ旅行をした時に見かけたチープなストライプバッグからインスピレーションを得て、モダンにシンプルにデザインしたバッグです。ワンハンドルにすることでストライプの向きに動きが出るのがポイントで、元気なミントグリーンとレモン、大人っぽいグレーの3色展開です。2つ目はマクラメバッグと巾着のセットです。チューブの透け感を最大に生かそうと思った時に、マクラメの技法が合うんじゃないかと思って作ったネットバッグです。夏にも涼しげで、持ち手との配色にこだわっていて、巾着は泡を身につけているような可愛さがあります。ポイントになるネオンピンク、シックなグレー、清涼感のあるクリアの3色展開です。3つ目はサコッシュ。棒針編みって伸縮性があるのでバッグにはあまり使われない技法なんですけど、どうしても棒針編みの風合いを生かしたくて、棒針編みとかぎ針編みの2種類の編み地の組み合わせがポイントのショルダーバッグです。黒、ブルー、クリアの3色展開で、どれも落ち着いて使いやすい色味です。4つ目はボールバッグ。2色の毛糸で編んだ底の部分とチューブの本体部分の異素材の組み合わせが面白いバッグです。大人っぽい黒と可愛いピンクベージュの2色展開で、よそ行きのコーディネートにも合わせられそうなデザインです。作り方説明書と必要な毛糸がセットされているのですぐ始められて、どれも簡単な技法で作れるようになっているので、初心者さんもぜひ挑戦してみてください。どのアイテムもコーディネートのポイントになれるような強いアイテムなので、シンプルな上下のコーディネートに合わせるだけで活躍してくれると思います。あと、どんな経緯でこの糸が生まれてきたのかとか、私が編み物をデザインする時のクリエーションの裏話なんかをインタビューで話しています。記事がアップされたら概要欄に貼ったり、インスタで告知するのでぜひ見てみてください。キット購入用のリンクは概要欄とコメント欄に貼っておきます。海外発送もできるそうなので、サイトの説明をご覧ください。動画の方が質感やサイズ感が分かりやすいと思ったので、今回ショートムービーを作ってみました。購入する時の参考になれば幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。